19日の敬老の日を前に、ヤクルトと県内のヤクルト販売店は一人暮らしの高齢者に花をプレゼントしています。ヤクルトレディが商品を届けながら高齢者の安否確認や話し相手となる愛の訪問活動の一環で2005年から実施しています。今年は今月10日から17日までに県内の2317人に送ります。16日は松山ヤクルト販売高岡センターの松本さとみさんが配達先を訪れ、手書きのメッセージを添えたカードとカーネーションを手渡しました。一言言われただけに若い子に、ね、声かけられたら元気が出ます。はい、届けてもらって本当ありがとうございます。私が配達することによってお客様が元気になってもらえたら嬉しいなと思っていつも配達させてもらってます。本当に何気ない顔をさせてもらって、もういつも楽しいお話を聞かせていただいております。